脈診、脈診は患者の脈に触れて、拍動の強さや速さ、硬さや太さ、浮き沈みなどを把握することで、疾病の状態を診察する方法。中国医学では、気血の状態が脈に現れ、脈診で臓腑の様子がわかると考えたため、古くから行われ、診断において重視された。昨今の中国医学では、四診、防診、分診、問診、 接心の一つである接心に含まれる。アーユルるべえインド伝統医学でも古くから用いられており、また古代ギリシャに始まるユナに、医学、ギリシャアラビア医学は、体液のバランスの崩れが病気を引き起こすという、体液理説、四体液説であったため、体液の状態を知るためにと共に脈診を重視した。体をめぐる、軽脈、気血が流れるルートで、 五臓六腑の鏡に心方行を加えた十二行の拍動を触れることによって、その体の状態を推測し、各臓腑の陰陽拒実やバランスなどを調べ、病気の診断や予後の判定を行い、治療方針を立てる方法であり、現代医学も脈拍の速さや強さやリズムで診断の助けとするのと近いと考えればよい。しかし、脈という現状の解釈には独自の思想と理論が、 反映される。脈診には大きく、比較脈診と脈上診の二つがあり、皇帝内教の時代には、三部九行診、人迎え脈口診という比較脈診が基本とされた。現在の中国では、皇帝内教や召喚論にも記載される手のすぐちの脈を触れて、その脈の状態、脈上で病態を把握する脈上診が主流である。 基本的に、中医学では、理事賃の貧困脈学を基調としていると言われるが、これは中医学が民信大の医学を土台としているからである。ちなみに現代中医学の土台となった古典テキストには、調子通、異臭、金明キラなどが挙げられる。現在、日本では、脈行、難行ではないを起源とする六部定維新が、ポピュラーである。この脈信は、難行本理をもとに、 昭和20年代に復興された新しい、新灸療法である、経絡治療で行われた、脈法であり、中国ではあまり行われていない。また、六部定維新は、手の寸口の身で御像の状態を推測できる、画期的な方法であるが、問診を必要ないとする態度から嫌う者も多くいた、ようである。現在は、さらなる発展を遂げ、人向かい気更新や脈異脈上診など、 脈状によって診断を行う方法が広まっている。現在、日本には多くの心灸治療法があるが、古典的用語を使っているように見えて、実際には現代中医学の言葉を用いており、中医学の理論によって病態を解説している場合が多い。しかし、実践的臨床として、脈身、手足の、要は何指針脈身というパターンを保持する様は、どれも、 経絡治療を土台とするもの、またはそのありうに属すものばかりであり、経絡治療が独自の用語、理論、方法を持つことが、日本の新旧医学が発展することにつながるのではないかとする考え方もある。脈診は、経験論的な方法論に基づくものであり、方法論の有効性に関しては、科学的、医学的観点からの解明が待たれている側面は、否定できない。 そこで、古来の脈震の方法論に科学的な視点をもたらすべく、現代の定量科学に基づく脈震器等の開発も試みられ始めている。皇帝内教祖門にある脈震法で、世界には天人地の三つがあるという考え方から、人体においても天人地を求め、これに対応する脈拍で診断する方法。頭頸部に三箇所、手に三箇所、 足に三箇所の白動部を求め、これの強さなどでもって診断を行う。寛大当時にどのような実用がなされていたかがわからないが、主に心経の診断で行われていたと思われる。後日する、例数の日と迎え脈口診に移行したとも考えられる。人差し指の当たるところを、寸部、中指の当たるところを、積部、薬指の当たるところを、尺部としている。 主に現代中医学の脈診法そのものであり、現代中医学の脈診法や日本では古典神宮研究会の井上正文の脈診法がこれにあたる。法律する脈異脈上心は六部定位心とこれを一緒にしたものである。片手の頭骨動脈の拍動を触れて、その打ってくる脈動の感じ方を決められた概念でもって分別して診断を行う。この概念、または 型枠を脈状と言い、時代によって数が増えている。日本漢方では口述する六部定維新は重視されず、主に脈の浮き、鎮、数、知、強弱などの脈状により診断がなされるが、中医学の脈診では六部定維新や脈像、下記28を重視する。これは、日本漢方が型小相対、証に合わせて処方を決めること的思考を重視し、 ハラシンに重点を置くためである。一方、中国や韓国では、文化的に、ハラシンに対する抵抗感があったことらハラシンは、発展しなかった。チャングムでは、脈診で疾患を診断する場面があり、中国の脈診と相似するものと思われるが、範囲学は、金元から明夫の医学を吸収しつつも、元代の医学を基本とした、独自の発展を遂げている。脈像については、 陽行の脈を七表、浮き、かつ、に、金、広し、陰形の脈を八裏、美、鎮、肝、ん、腹、重、弱、両方の脈を九道、超、足、短、巨、血、老、道、再、大という。皇帝内経霊数、皇帝大経霊数、という古典にある、脈心法で、喉仏の両脇にある、 首動脈で最も強く拍動している部分である人、迎え、人芸という位置と、前腕の寸口、これを脈口とも呼ぶで打っている、脈動の強さを比較する診断法。主に軽落の虚実を診断することで、各教の音量虚実を決める。近年では長く実践されることが少ない診断法であったが、小倉動液が復活を試みているが、 その後の日本の神旧に広く浸透することはなかった。井上絵里の系統である、井上式経絡治療によって行われる脈診。二代目の井上正文が、脈行や、召喚類症活人所にある人迎え気行進を、金本台の衣装土台にして、現代に活用させたもの。古典的内容であり、現代的でもある。人迎えは、左手の席前一部であり、 気候は右手の赤前一部である。それぞれの脈状と左右差を見て診断を行う。ここで用いられる脈状は虚、三、浮き、鎮、地、数、かつ三随色の八つであ、脈状の数としては注意の脈診よりも少ないが、その分正確さに比で間違いが少ない。現在古典に則っ,った脈診法としては、 最も広く行われている方である。術者と病人が向かい合って座り、術者の中指を病人の頭骨形状突起のすぐ内側にある頭骨動脈の白動部に当て、人差し指、薬指を軽く添える。この時人差し指の当たる部分を寸行、中指の当たる部分を感情、薬指の部分を尺中という。指を浮かして、左の寸口、咳上、 尺中がそれぞれ小腸、胆、膀胱、沈めて、心、肝、腎、右は浮かせて、大腸、胃、三照、沈めて、肺、ひばら、心法、命門を調べるというが、この秘境を選択する方法については、言っているものとそうでないものがいる。また、六部定維新は、難行を基本としていると言われるが、難行には、この診断法の記載がない。実際には、 昭和期以降に、井上絵里を中心に脈経、脈鏡、大しく和長を参考に開発された新しい方である。ただし、現代中医学の脈診も、歴史的には、同じくらい。進化数も元、勝こと武器著と与田博士翻訳などをもとに、経絡治療学会が考案した新しい脈上診。左右にある六部、寸口、石上、尺中それぞれで、 脈上を触れて診断する方法。中国では左右片方で脈診を行い、人向えい気候診では左右の脈状であり、6箇所の脈を見るということは、画期的であるが、6箇所それぞれの脈状をどう理解するか基範となるものが乏しく、実用化には踏み切れていない。しかし、脈診法の進化としては期待するべきところが大きく、今後の論理的発展と、 実践による成熟が待たれている。アーユルベーダの脈診は、右手の人差し指、中指、薬指を使って行われ、患者が男性の場合は右手、女性の場合は左手の脈が見られる。バータの状態は人差し指、ピッタは中指、カッパは薬指で感じられるとされ、脈を感じる深さによって、患者の動社の先天的なバランスと現在の状態を、 判断する。脈身は、インドにおいては、インド起源と認識されているが、古典医学書、チャラカサンヒターの段階では、脈身の記述が全くないため、中国医学の影響で行われるようになったと考えられている。アーユルベーダイ、ラジャッシュ、エーシュロートリアは、ナーギクダ、脈管、経絡の概念は、 アイエルベーダと関係の深いバラモン教で下脱を目指す修行ヨーガの実践者によって研究されと述べている。ナーディーにはプラーナ、プロナ、中国医学の気にひされる概念という生命エネルギーが流れているとされ、ヨーガでは下脱に関係すると考えられた。古代イギリシャに始まる西洋伝統医学、ユナニ医学、ギリシャアラビア医学は、 体液のバランスの崩れが病気を引き起こすという体液、病理説、四体液説であったため、体液の状態を知るためにと共に脈診を重視した。東ローマ帝国の七世紀は中国医学の影響を受けて脈拍についての論文を書いた。ヨーロッパでも近世までユナニ医学が大学で教えられており、イスラム圏だけでなくヨーロッパでも行われていた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。